こんにちは、ウッドスケッチです。今日は、イライラダイスに新しいバージョンができたので、それをご説明いたします。これは今までのイライラダイスです。こんな感じで入れるダイスでした。ふるさと納税で300件ぐらい全国に発送してきたダイスです。今度新しくこちらのタイプができました。一見すると全然変わりないように見えますけども、変わったところはここのソリの形です。このソリの形が高さで 1.5cm、 後ろに 10cm ほど長くなりました。形もちょっとここがね、長くなりました。今までのイライラダイスのソリの形はなるべくコンパクトに作りたいということがありましたので、後ろはちょっと短く仕上げてあります。新しくなった違いというのはもうそこだけで、あと全体の作りはほぼ一緒です。座ってみますと、従来のもの、こんな感じで少し揺れる感じでした。ソリを変えた方は座面の位置が若干上がって、あとソリが長くなったので、このロッキングの揺れ感がスムーズに大きく、スムーズに大きくなったような感じです。前のタイプが、悪いというわけではないんですけども、より、ロッキングチェアに近い揺れ幅になったと思います。ちょっと同時に揺らしてみますね。実際座り比べてみても、割とこれは好みかなっていうところがありますけども、今までの、イライラ座椅子は割とこう高さが地面に、床に近いので、揺れに対する安心感はあります。それに比べて新しい、こちらのタイプは、より揺れがスムーズに揺れる感じがあります。そんな違いがありますので、どちらでもお好みの方を選んでください。